ソイ・ボルガ連邦管区内のイデルーラルの範囲。1、バシコルトスタン共和国2、チュバシ共和国4、マリエル共和国5、モルドビア共和国12、タタールスタン共和国13、ウドムルト共和国イデルーラルとは、東ヨーロッパの歴史的地域の名の一つ。現在のロシアの一部で、ヨーロッパロシア東部のチュルク系民族の多く住む地を表す。イデルトは、 タタール語でボルガ川、ウラルは、ウラル山脈のことを指す。ロシア語の、ボルゴウラリエという語も使われる。イデルウラルという語は、ボルガ川両岸から、ウラル山脈にかけて広がる6つの民族共和国、バシコルトスタン共和国、チュバシ共和国、マリエル共和国、モルドビア共和国、タタールスタン共和国、ウドムルト共和国を指すときに、しばしば使用される。特に、 タタール語文学ではその傾向が強い。16世紀にこれらの地をロシアツアーリ国が征服するまでは、ハザール、ボルガブルガール、ジョチウルス、カザン国などの遊牧国家が成立していた。ロシア革命後のロシア内戦期にはタタール人の独立を求めてイデルーラル国が成立していた。イデルーラルはボルガ地方に含まれる。政治的に和そいボルガ連邦管区に入っている。 ありがとうございます。